11月29日地方競馬の AI レース予想です穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してくださいそれではスタート船橋1レース予想上位はピンクシャウラー目標タイムは1分16.9秒を荒れにくいレースになりそうです船橋2レース 予想上位はグランドマーシャル。目標タイムは0分57.2秒。荒れる確率の方がやや高いです。<laughs> 船橋3レース。予想上位はビスマルク。目標タイムは1分40.0秒。そこそこ荒れるレースになりそうです。<laughs> 船橋4レース。予想上位はバトルクリーク。目標タイムは1分15.9秒。 レースが荒れるかは半々といったところです。船橋5レース、予想上位は原発ルミナス、目標タイムは1分37.7秒、荒れる確率の方がやや高いです。<laughs> 船橋6レース、予想上位はモニュメントキング、目標タイムは1分37.2秒、荒れる確率の方がやや高いです。 船橋7レース、予想上位はチークルージュ、目標タイムは1分15.8秒を、荒れる確率の方がやや高いです。<laughs> 船橋8レース、予想上位はサンドジョーカー、目標タイムは1分15.7秒を、そこそこ荒れるレースになりそうです。<laughs> 船橋9レース、予想上位はレイジングリバー、 目標タイムは1分1.7秒荒れる確率の方がやや高いです <laughs> 船橋10レース予想上位はキャリアリズム目標タイムは1分42.8秒荒れる確率の方がやや高いです <laughs> 船橋11レース予想上位はライオットガール目標タイムは1分54.0秒 荒れる確率の方がやや高いです。船橋12レース、予想上位はハートロック、目標タイムは1分44.6秒荒れる傾向が強いです。名古屋1レース、予想上位はアングーリー、目標タイムは0分十15.5秒荒れる確率の方がやや高いです。名古屋2レース、 予想上位はデルマエサミヤシ。目標タイムは0分十15.4秒を。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋3レース。予想上位はエフロレセンス。目標タイムは0分十15.6秒を。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋4レース。予想上位はロジドレフォン。目標タイムは0分十15.4秒を。 そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋5レース。予想上位はチスカリーゼ。目標タイムは0分54.4秒を。荒れる傾向が強いです。名古屋6レース。予想上位はプンダー。目標タイムは0分55.5秒そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋7レース。 予想上位はセルリアン・ミナニル。目標タイムは0分五5 7秒。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋8レース。予想上位は北3エトワール。目標タイムは1分17.3秒。荒れる傾向が強いです。名古屋9レース。予想上位はペイシャ・リルキス。目標タイムは0分53.6秒。 そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋中レース。予想上位は白山マックス。目標タイムは1分19.9秒。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋11レース。予想上位はキージュピター。目標タイムは0分1 4 8秒。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋中2レース。 予想上位はウィズ・ザ・ドリーム、目標タイムは0分54.9秒。そこそこ荒れるレースになりそうです。その第1レース。予想上位はドリームエピソード、目標タイムは1分35.2秒。荒れない確率の方がやや高いです。その第2レース。予想上位はマティルで、目標タイムは0分52.4秒。 硬いレースになりそうです。園田3レース。予想上位は眉姫。目標タイムは0分51.6秒。硬いレースになりそうです。園田4レース。予想上位は3ある日。目標タイムは1分33.7秒。荒れない確率の方がやや高いです。 ソノダ5レース、予想上位はクレスコロッキー。目標タイムは1分32.6秒。レースが荒れるかは半々といったところです。ソノダ6レース、予想上位はベガスバケーション。目標タイムは1分32.7秒。荒れる確率の方がやや高いです。ソノダ7レース、予想上位はエズビラージュ。 目標タイムは1分秒レースが荒れるかは半々といったところです。園田8レース予想上位は活撃馬結び目標タイムは1分32.1秒荒れる確率の方がやや高いです。園田9レース予想上位はスパークルスカイ目標タイムは1分31.9秒。 荒れない確率の方がやや高いです。園田10レース。予想上位はヒルデブランド。目標タイムは1分20.7秒。レースが荒れるかは半々といったところです。園田11レース。予想上位はイナウィンク。目標タイムは1分30.8秒。荒れる確率の方がやや高いです。園田12レース。 予想上位はイグニション。目標タイムは1分30.5秒。レースが荒れるかは半々といったところです。<laughs> ここからは出走場の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ブーケマリエ、セクシーウィードウ、ちびっこモンスター、マナーネラ、 エキストラライトバルトミューネキタサンエルピスサンド・ジョーカーチェルカトローバーエイシンヒ・ヒグラウン・モチーフスパーキング・ブルーロドレッタパラダイス・シティブンダーエストレリータサンデー・ブライアンレアリーズレー・レイブビュア・ブラックアイフ・ァラクーン ターミバレンシア、クリノビーナス、メガゴールド、サンブリッジ、DSB、ホットポップ、フーライラ、サウンドグランツ、アストラルポケット、ホーオンシーダ、キャンベル、ボムブラスト、レンズシュピッツェ、ジャットノワール、スパークルスカイ、クレバーバード、エンシンマシーン、 前前、栗の風神。リッチハンター、スマートオーブ、ティグル、イカホ、レオ・ボンバイエ、ミノデスティーノ、トキノ・キングダム、マットネス・カズ、ラグシック・ボッサ、エストレージャ、ヤマ・ジュン・ヒバナ、ビート・スティーク、プリマリー、リッチ・アロマ、レイジング・リガー、新時代、 かわいい。コロンバージュ。テイクアターン。アバグネイル。エイシン・レミー。レーブ。ドリーム・グロー。アウングーリ。フェアリー・ピコ。アイアンロージー。マイネル・ボレロ。モズ・キラー。名称トリデ、アスター・フラッペ、ファルマリン。名称お伊勢。イアンド・キャトル。 スパイラルバンブー。リジット・ウィングス。ホット・ジュエル。テイシャ・シオン。東方・パラダイス。東方・ダ・グリーン。グレース・ブロード。ブエナ・ディオサ。テイシャ・スカイ。ウォーター・リベルテ。キー・ジュピター。メモリー・アシップ。シゲルノバ。ホオズキ・ヒメ。ドリーム・エピソード。マティルデ。クール・キャンドウ。 ヒシアラカン、デルマコマタスクイ。クレスコロッキー。玉の詩種。勝利の舞。コルタード。天候バッアルテラ。名称シュート。マディソンテソーロ。ショまマクイグランデレジーナ。ウクライナアイズ。ローシュタイン。フレイムフォース。サバンナキャット。チークルージュ。ノボリレイナ。 チュタイナーアーケイディア、ドリームラッシュ、フェイトフル、ブレイブイザード、ヤマタケメジャー、フークパートナー、イグナイトユー、グランデソレイユ、ランドプラネット、テクノアルハ、ベストカリフ、VVS-1、ソラリゼーション、ホークマン、エイムフォーエース、エクメディバンブ、 ギガース、セントレガーロ、ゲンパチルミナス、ベルデテント、ビューノマサムネ、ガラデレオン、プリンセスロージー、ラビンツャラ、ピンクプラム、ピースマッチング、タイムモーメント、アンビシャスサル、ゴールデンヒーラー、コスモビートイット、ブラーノマーノ、リコウウジー、 ユーメイド・マイ・デイ、デルマ・エサミヤシ、ジュン・リリー、虹の天使、オパール・リング、リボンド・ハピネス、ミラマーレ、ロジド・レフォン、ロンス・アンド・ロンス、スキューマ・パーラ、オン・アード・セルフ、トーセン・バラ・ライカ、ゴラッソ・ウォール、ピボット、オニジ・オオタニ、スイート・アローラ、ザ・ピッチ、 山葛なウェイ。ディーププレザント。キャプテンカーク。ウンマ王。フミタツビックバン。名称アレス。箸の王者。ジュンフラワー。デガスバケーション。ココリバルキリー。名称ジェリー。ウェラーマン。ブザービート。ソーマイティ。トキノケリー。モンシュバル。名称マサカツ。 名称金閣。ラガッツァステッダクラマサビーナス。アイファーダボス。キタノデネブ。アルベルト。アイリス・バローズ。ハクサン・マックス。リュウのチャチャ。マリノ・プリエール。ティーズ・ハクア。ケレス。ハクサン・セーブル。ジスカリーゼ。バジェナート。ワン・オブ・ア・カインド。ユイ・ノ・ペニー・ワイズ。 アントシャーブラー、アイファーライオン、ヒルデブランド、マナプレ、アクトオブフェイス、アンジェララブ、ユーフラジー、メイクアストーリー、ケンタスペシャル、ディーレジェンド、ノーブルシルエット、デルマシタテナゲ、リーブースター、カロッテフリオーソ、デンプシーロール、白サンブレーブ、 たまもマイホーム。ラスティングボンド。ホワイトニング。エズビラージュ。ムーンガーデン。マルアドリアティコ。デザイア。バリクパパン。プレストガウディ。マレフィセント。キャッスルシオン。キクノクライフ。テリオスベル。ティラミスアイ。